CAJA ウデマンズウム1869コルニリスアントニー・アン・アブラハム・アウデマンスはオランダの医師、植物学者である。アムステルダムに生まれた。7歳の時、バタビアの学校の校長に任じられた父親と共にオランダ領東、インドに渡った。1839年にオランダに戻った。ライデン大学に入学し、医学を学ぶ一方、 モルケンブール博士や同時博士から金額を学んだ。1847年に卒業した後、医者になり、海外のいくつかの診療所を訪れた。1848年はじめに、パリで革命に遭遇し、それを転機に、学問の世界に転じウィーンなどで学んだ。1948年に、植物学の研究者が空席になっていたアムステルダムの医学校に招かれ、 植物学、動物学、薬学、顕微鏡の操作を教えた。1859年にフリードリッヒ・アントン・ビルヘルム・ミクエルがユトレヒト大学に移った後のアテニウム・イルストラの植物学の教授となった。1870年代にユーゴード・フリースがアムステルダム大学の植物学の教授に加わったことによってオランダ植民地の植物、 近類の分類学への研究の比重を高めた。アウデムは植物の学名で命名者を示す場合に、コルネリス・アントニー・アン・アブラハム・アウデマンスを示すのに使われる。ありがとうございます。